こんばんは、シテイラです。こんばんは、吉水ノアです。こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ。この番組は YouTube、ポッドキャストほか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、はい、番組のフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、前回韓国のね、エンタメでしたが、エンタメが続く感じですかね。そうですね。ただね、もう、キングはエンタメだけではないです、はい。ここに書いてあります。20世紀後半の英語圏すべてですよ。で、最大の作家っていうのはもうみんなわかると思うんだ、うん、一番売れてるから、うん、J.K. ローリングより。ただ僕はもうここもそのうち必ず入ってくると思う。文学的な評価がものすごくこれから追いついてくると思うんで、うん、最高にして最大の作家スティーブン・キングについて徹底的に今回は、紹介していこうってことですね。ということはまあ最強と言ってもいいかもしれないってことですね。そうだね、だから僕の考えでは20世紀前半の英語圏で最高の作家ってジョン・スタインベックと、はい、まあ、ちょっと落ちてヘミングウェイが20世紀前半で英語圏で最高の作家なの、うん、僕の目からすると、うん、まあ、ジョン・スタインベックはその 大恐慌の時のものすごく苦しんでる普通の人たちのことを小説にしてるわけね。なるほど。そしてキングは20世紀後半に何をしたかっていうと、うん、全然選ぶらないで、うん、B 級ホラーとかのテーマのままどん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 アメリカの普通の人たちの生き様を描いていく圧倒的な出力と物量で、うんうん、で一番売れているということで、やっぱりね、今から100年経ったらキングはスタインベックヘミングウェイキングになると思います。だ文字通りキングになるってことですね。本当のキングになる。確かに本当ですね。ただ正直英文学の研究者とかでそういうことを人はまずいないし、うん、日本でもやっぱりきちんと評価されてないな。もったいないよ、うん、本当に才能のある人だから。これはやっぱりそのジャンルがね、よく例えば直木賞とかでも、うん、SF が取りづらいでしたっけ。そうですね、みたいなところにちょっと通ずるところが、うん、通ずる、うん、でも SF だけじゃなくてファンタジーもそうだし、あまりにも残酷な連続殺人なんかも取りにくいので、うん、やっぱ B 級テイストなんだよね、うんうん、ただキングの偉いところは頭いい方に行かないのよ、うんうん、立派の方に行けば文学的な評価はすぐに得られるのに、うん、徹底的に行かずに子供の頃好きだったものにこだわり続ける、うん、これがやっぱ強いかな。それをさっきお昼の時もうちょっといい分かりやすい言葉で言ってましたね。私すごく勘違いしてて、うん、あのまた人物特集じゃないですか、うん、またインテリなキングかみたいな、高尚なキングかみたいな。え、キングは高尚だと思ってたんだ。そう思ってて、うん、たんですよ。で今回初めてそのミストっていう、うん、あの短編を読んで全然思ってたのと違うって思って。読みやすいでしょ。そう、読みやすいし、なんていうのかな、そのすごくテーマが単純で、うん、分かりやすくて誰もが思いつくようなテーマなんだけど、うん、それをあんだけ面白く書けるってやっぱキングの技術の高さなのかなって思って、うん、それがすごいなんかこうどんどん食べれるスナック菓子みたいな感じで、うん、もう読めちゃう感じだったから。だからあるアメリカの編集者がこう言ってるんだよね、うん、キングだったら電話帳を書き直してもベストセラーになる。面白い作りそう。でもそれすごいわかる、うんうんうん、だってミストってスーパーマーケットに閉じ込められて外が霧で何がいるか分かんないっていう畑の話じゃないですか、うん、あれをあんなに面白く書けるって相当天才ですよね。そうなんだけど、うん、だから逆に評価を間違っちゃうんだよね。ああ、うん、と言いますと要するにさ、うん、動画配信とか見てると、うんうん、映画の歴史もさ、テーマがどんどん一般庶民に降りてくる歴史じゃない、うんうん、スーパーヒーローものとか、うんうん、怪獣ものとか、うん、誰もが分かりやすいファンタジーみたいに、うん、その中でいいものが作られてそれが今の時代のアートフィルムになるじゃん、うんうん、小説も同じ流れなの、うん、テーマが立派なもの、独立戦争とか、うん、人権の問題とか黒人差別からどんどん降りてきて化け物、ホラー、宇宙人、連続殺人とかをいかに内容を濃くしてアートにするかっていうのが現代の文学なので、うん、ほらちゃんと最大で最高の作家になるじゃん、うん、ちなみに、キングは1947年生まれ、日本ですごく近い人がいます。キング今76歳ですが、日本で、ね、今75歳の超大物作家といえば、うん、この番組でも取り上げて今年のスマッシュヒットになった、はい、村上春樹さん。そう、春樹さん。春樹さんとキングが同じ、ほぼ同じ世代だと思うと面白いよね、うんうん、春樹さんはなんか深層心理まで降りていくけどファンタジーじゃん、うんうん、でキングは深層心理まで起きていくエンタメで抜群に面白いけどホラーじゃん、うん、だからなんか日本とアメリカでこう裏返しになってる感じですね。春樹さん自身がインタビューか雑誌かなんか見ましたけど、すごいキングのやっぱね、うん、こと好きで、特に昔のなんかシャイニングを上げてましたよ、ね、やっぱり、うん、影響を受けてるでしょうね。そうだね、うん、イラさんってキングやっぱりよくお話出てきますけど、うん、お好きなんですか？好きは好きだけど、キングの本ってさ60冊ぐらいあるのよ。
だからその中では4分の1ぐらいしか読んでない15冊ぐらい。そうだから後で出ると思いますけど、やっぱりキングの略歴見ると、うん、本当にデビューしてからほとんど毎年のように、まあね、途中事故あったりとかいろいろありましたけど、うん、出してたから多作ですよね。すごいですよね。でしかも上下巻とか上中下巻とか4部作とかで、あれさ3ヶ月とか4ヶ月で書いちゃうんだよ。長編を1ヶ月で書いてんの。どうやって書いてんの。だから馬力があるのこの人の音楽。モンスターだよ本当に。もうある程度頭にこういう構想っていうのは浮かんでて、うん、そのまま動くように書いてるって感じなんですかね。キングは物語に関してはストーリーって最初から全部わかるものじゃないって言ってる、うん、要は今言ったみたいに頭に浮かんで全部決まってるっていうんではなく、うんうんうん、ストーリーは化石を掘り出すように作っていくものだ、だから全部埋まっているものがどういう形かまではわからないって。でもそれではそのスピードあれですよね。でもなんかそういう意味でそのストーリーはわかんないけど、うん、化石の埋まってる土地というのは、うん、まあそのね、あのこの作品を横断して出てくる街なんかも出てきますけど、うん、なんかやっぱりジャンルはいろいろあるけど、うん、そのアメリカのもう片田舎というか平凡な街自体の中を今回どれを化石出てくるかなみたいな感じ掘ってる感じないですかね。なんかあるね、うん、要するに中西部で生きている平凡な、特に貧しくもリッチでもない人の話を書くのがうまいんだよね、うんうん、アメリカ人のなんか正直さとか誠実さとかとんでもないバカさとか、うん、ちょっとエッチエロいところ、うん、みたいなところをリアルにちゃんと書くのがすごくうまいと思う。でそれが僕でもアメリカの映画でも小説でもそうだけど一番の魅力だと思うんだよね。確かに。でそれに僕もそれこそ全然ね、うん、イラさんの半分も読んでないですけど、やっぱり今のなんか舞台がベースであって、うん、やっぱりなんか都会的な小説じゃないじゃないですか。じゃないです。だからそれで春樹さんと掘るっていう意味では通ずるかもしれない。全然違いますよね。そうだね。春樹さんはね、うん、あの関西でも神戸とかのテイストがあるからね、特にライフスタイル小説みたいな、ね、うん、最初の感じありましたもんね。キングはそういうとこ一切やんないから、はい、なぜかというとですね、春樹さんは、まあ、ご両親がなんか学校の先生かなんか、ね、そうですね、国語の先生。ところがキングの家は貧乏なんです。なのでキングにとって一番最初に大きな条件はここの貧乏なことなの、うん、でこれが全作品に通じるスタインベック的なさ、うん、アメリカの庶民を描くっていうバックボーンになるんだよね、うんうん、だからはあ、キングが貧乏でよかった。キングがもしスティーブ・ジョブズの息子だったらすごいおしゃれでかっこいいライフスタイル小説で哲学が入っているっていうのを一生涯で5冊書いて終わって、うん、名作家だって言われるけど誰も読まないってなってたと思う。最初からなんか見てるとこはちゃんとなんか地べたっていうかそっちに近いですよね、うん、近い近い、うんうん、貧乏ってどの程度貧乏。結構、あのね、キングのお父さんは、うん、キングが2歳の時に、おちょっとタバコ買いに行ってくるって言って、うん、そのまま消えた。え、に2歳の時に。自伝にありましたね。あのね、借金を、悪い借金を重ねてて、うん、そのまま家族を捨てて逃げたの。なかなかですね。ってことはお母さんが、うん、仕事を3つも4つも掛け持ちして、うん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 、キングとキングのお兄ちゃんを育てるのよ。あ、兄弟がいるんだ。だから子供の頃さ、アメリカでさ、お風呂がない家に住んでるなんて信じられないでしょ、うん、曲がりのアパートにはお風呂がなくて、冬の夜でも近所の親戚のところまで何十分も歩いて行ってお風呂を借りて帰ってくるっていう暮らしをしてんの。へー。でもそれでもや一応屋根はある家には住めてた感じだったんですかね。でもまあ超貧乏だし、うん、テレビがもう大復旧した後でもずっとテレビがない家なんだよ、ね、あ、まあでもなんかだからこそあのなんか家の中のなんか特にちょっと寒々しい空気感とか家具もうまいですよね、うん、うまい、めちゃめちゃうまいし、とかもそうだし、その頃一番安かったのがさ、パルプマガジンって言うんだけど、うん、パルプってあのドロドロになっちゃうじゃない、うんうんうん、あのドロドロのあのそうティッシュの元みたいなやつだから、うんうんうん、雨に濡れるとドロドロになって溶けちゃうような安い雑な紙にあの刷られた犯罪小説実話もの、うん、脱獄もの、うん、連続猟奇殺人、うん、宇宙人、うん、怪獣、うん、ファンタジー、これにハマるの、うん、だから子供の頃夢中になってこれは面白いってなったホラーファンタジー SF みたいなものがこの貧乏と一緒に生涯を支えるテーマになるのよね、うん、素晴らしい出会いでしょ。やっぱ強烈な感じだったんですよ。かったよね、この時にさ、フランスの小説とかイギリスの詩にハマったとかじゃなくて、うん、アメリカで安いパルプマガジンにハマってくれて、もう中古だったらタタみたいな値段で売ってるから、一冊1セントとか。じゃあなんかそのおもちゃ屋さんに行ってなんか高いおもちゃ買って家で、ね、遊ぶとか。おもちゃは一切買ってもらってない。そういうことじゃなかったんですね。そう、うーん、
ますで、ちなみに小学校低学年の頃に、うんうん、初めてミスターラビットトリックっていう短編を4つ書くの。へー。でそれをお母さんに見せて、これはいいよって言って、お母さんがその短編1個について25セントくれるわけ。へー。で4本だから1ドルじゃん、うんうんうん、それが人生初の原稿料。へー、素敵。でもなんかその小学校2年生からあれですね、うん、小説でお金稼いでたんですね、うんうん、そうだね。それからずっと書き続けて、うん、まあだから学校でさ、あの先生の悪口みたいなのをさ書いて、それをコピーして学校の中で売ったりしてるわけで、見つかって怒られたり、うん、だから電話帳で小説書けるようなね、確かに、うん、だからなんだろうね、あのアメリカ文化の B 級の一番面白いところを浴びるように読んだり見たりするんだよね。だから中学校、小学校の上から中学校、うん、高校ぐらいまで週末になるたびに映画館に行くんだけど、うんうんうん、そこのさ映画館まで家から25キロあるのよ。どうやって行くんですか？ヒッチハイク。友達と一緒にヒッチハイクで見に行って、これが見つからなかったら、うん、帰り例えば半分歩いて10キロ歩いて帰ってきて、うん、真夜中とかさ。もうそれでホラーね、ホラー。そう、それでもホラー映画を見たかったの。だからいかにハマったかだよね、キングがその頃。いい話でしょ。そういう人が20世紀後半で最大の作家になる。夢あるね。夢あるってか、やっぱ好きこそものの上手なれじゃないですか、うん、本当に好きなものを仕事にしたんですね。そうそう、まさに想像力で想像したことですね、うんうんうん、あとはやっぱりこの B 級をもう一回蘇らせたんだよね、うんうん、みんながバカにするものを、いやここにはもっとすごいものがあるって言って蘇らせているうちに、世界がキングの方に寄っていった、うん、これがやっぱり本当に時代の次の目を見る力のある人のなんかあり方だと思うな。まあ人によるかもしれないですが、アメリカっていうとロサンゼルスとかね、うん、まあステレオタイプニューヨークっていう感じですけど、うん、実際その他がねアメリカなわけですよね。膨大に広いからね。そうそうそう、だからやっぱりなんかそこの、まあ本当にそういう意味では大衆をつかむというか、大衆小説家って言ってもいいんですかね。もちろん大衆小説家にして、ね、うん、僕はもう今文学の方でも超一流だと思うけど。ですよね。ちなみにその世の世界、世の中の人たちにキングが知られたきっかけっていうのは、もう映画のキャリーだね、デビュー作。デビュー作がすぐ映画化されるから。そうなんですね。でも、そのすぐ映画化されるっていうのがまさに、うんうんうん、やっぱりその大衆のところを、うん、ちゃんと、なんていうの、もう本をすごい読む一部のインテリとかじゃない作品を書いてるってことですよね。うんうん、そうだね。うん、ここで、この本編にまたね、これからいろいろ入っていくんですが、その前にお便りとご質問をお願いします。はい、シャープ218X フォロワー自民党超え33万人、うん、作家百田直樹さんが、決闘した新しい保守党の基本政策を考えるの回で、うん、はい、YouTube にコメントいただいています、はい、日本保守党を語る動画としてすごく新鮮な人選と内容でした。今まで日本保守党について語っているのはゴリゴリの支持者か、自民党支持者でアンチ日本保守党の人たちか、完全な左派でアンチ保守党の人たちだったので、ひょっとしたらこの動画のような感覚の人たちが今の日本には一番多いのかもしれませんね。日本保守党は果たしてこのような感覚の人たちを投票まで持っていくことができるでしょうか、ということで。なあ、面白いね、うん、それは僕たちも本当に関心があるよね、うん、でも意外とさ、いいスタンスだったね。そうですね、うん、圧倒的にプロ支持するでも、コン反対するでもなくさ、うん、なんか絶妙なバランスだったし、日本保守党頑張ってやってほしいけどね、うん、まあいろいろ考えるきっかけになりますよね。政治家の世襲とか減税はぜひやってほしいなと思うよ、うん、マジで。はい、じゃ次質問です、はい、20代の女性の方からいただいています。私は読書が好きなはずなのに集中力が持たず、最近読んだとしても頭に入らないし、忙しい日々の中で積読してしまうことがあります、はい、集中して読み積読しないようにするにはどうしたらいいですか。ですね、うん、集中しないように読んでください、うん、読んで読んで片っ端から忘れるでいいです、うん、ただしあれ面白いなと思ったらスイッチが入るんで、うん、それまでは集中せずにダラダラ読む、うん、それと僕も陽平くんもノアさんもみんな積んどくです、はい、そうですね、これは100冊売ったらまだたくさんあって、その後100冊売ってもまだたくさんありました。それでいいんですよね。それで間違いないです。みんな読まない本を買って出版業界に貢献しよう。そうですね、はい、我々貢献してますね、はい、ということで
ね、この後キングの本編にいよいよ入っていきたいと思いますが、続き4通りご視聴方法がございます。 YouTube メンバーシップ、audiobook.jp、 Apple Podcast、 そしてニコニコ動画、いずれかご視聴方法はお好みでお願いします、はい、ということでそれでは本編で、はい。